ミコワイキは、ポーランド、バルミア・マズウルイ県、ムロンゴボ郡の町、ミコワイ地区の行政中心都市。1975年から1998年の間は、スバルスキ県に属していた。マズウルイ湖水地方最大の湖、シニャルドミコ近くにある。この都市の名前は、聖ニコラウス教会の守護聖人に由来している。現在のミコワイキのある場所には、 もともとコプロイセン人の集落があった。ミコワイキが歴史に最初に登場したのは1444年である。15世紀の半ばには橋のたもとに2軒の宿場があり、1516年に宿場に対する特権が更新されている記録が残っている。宿場はドイツ騎士団の医療、食料を二頭立ての馬車でリンまで輸送して戻る義務を負っていた。ミコワイキにおいて、 ドイツ騎士団は、取れた魚の半分を、独占的に取り扱う権利を持っており、その魚は外国へ輸出された。また、湖と湖の間にある地境に橋がかかっており、その橋を渡る人から通行料を徴収することで、収入を得ていた。この巫女は生き出たアウテコと巫女はイコが繋がっているが、これらはドイツ騎士団領の時代に繋がった。 宗教改革以前のミコアイキの教会は、バルミア教区群の教区内し支部教会のリスト、含まれていなかった。おそらくは、リンのドイツ騎士団司祭が祭儀を行っていたのであろう。ドイツ騎士団領が世俗化し、プロイセン公国に移行した後、マズーレの多くのプロテスタント教区でポーランド語を話す、牧師を迎えた。ミコアイキには、1552年に、 ポーランド人牧師役部ビラモフスキがやってきた。1798年には、ミコワイキデシュフィエンタイコールリプカのカトリック神父が、布教を行っている。18世紀に定住地が拡大し、1726年には、プロイセン国王のフリードリヒビルヘルム一世によって、ニコライ県の名で、町特権が与えられた。当時は、リネック、クニエッツ、コズーボの3つの地区からなっていた。 最後の小杖湖は、三古藍木の中心部から見て、湖の対岸にある地区である。シニャルドビコに近接する立地から、ニコライ県の漁業は繁栄を続けていた。地域で獲れるマスは、東プロイセン中で特に人気であった。1843年には、マズウレの定期航路が開設され、三古藍木が栄えるきっかけとなる。九百十一年には、ムロンゴボやオジェシト、 鉄道で結ばれた。1920年からは観光地として知られるようになる。1945年まで町はプロイセン王国の東プロイセン、全ルク軍の一部であった。第二次世界大戦中のニコライ県は戦闘で破壊されなかった数少ない東プロイセンの町の一つであった。ミコは生きない。 ミコワイコの西岸には、ワルリツーというコードネームのアプベアが活動していた。1940年から対ソ連情報を収集しており、相当大本営が、ケンシントン付近の森に移転してからは、このボルフスシャンツェンに直接報告を行っていた。1944年8月のケーニヒスベルク爆撃の前には、ケーニヒスベルクの公文書がミコワイキに移された。対戦後、町は、 ポーランド領となった。ドイツ系住民はポーランドとソビエト軍による東プロイセンテッシュとドイツ人追放によって街を追われた。チェルノブイリ原子力発電所事故の際は汚染大気が流れ込んできていることをポーランドで最初に検出したのはミコワ駅にある放射線監視施設である。戦前より街は観光地として成長していた。現在は マズール一地方最大の観光地の一つである。魅力的な故障地帯に位置するので、ミコワ駅はポーランドにおけるヨットスポーツの中心地になっている。陶器の氷上セーリングは特に人気がある。ミコワ駅にはマズーレ周回航路の停泊地がある。また、ホテル全部で1500人ほどの収容能力があり、そのうち1200人分はンビエスキホテルの分である。 ホテルの他にも、ペンションや民宿などの宿泊施設に、数百の部屋がある。ミ三イ駅には、ポーランド科学アカデミー環境研究所の水中生態学研究施設と、気象水理研究所の気象水中生態学研究施設がある。主要な産業は、漁業と観光業である。ロザリオ聖母協会と聖ニコラウス協会の二つの教区があり、他に、 プロテスタント系の二つの教会がある。ありがとうございます。